いや本当にありがとうございました。思いもよらぬ展開なんですけど、多分この中で一番僕が感動してると思います。本当に嬉しいです。ありがとうございます。今の率直な感想としてはですね、みんなとこのまま飲みに行ってですね、一人一人とですね顔を見てですね話したいです。この飲み会ものすごく長くなりそうですね。これちょっと皆さん本当にちょっと皆さんの声が聞きたいので、この場ではちょっと後でなんか聞くと思うので考えておいてください。あ、そう、観客の皆さんの感想を聞きたいです。ですよね、感想いいですか、直接皆さんから質問とかも聞きたい。後でそういう時間を取っていただけますか。わかりました、はい。じゃあ直接、まあ、全員からはもちろん無理ですが、何人かの方からじゃあ、本当ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、今まで、この仕事やっててこれ以上、クレジットがね上がる時に感慨深い、気持ちになったのは初めてです。で、ですね、僕らは壇上に立ってますけども、この映画にはそのクレジットの長い長いクレジットをにたくさんの名前とかいろんな企業とかいろんな方の、名前がありましたけど、そして、僕たちが、見てた、周りにはまたその、一部の、スタッフさん、いろんな意味で、現場を支えてくださった方々が、そちらに今いらっしゃいます。その人たちに、また改めてちょっと大きな拍手を送ってください。本当にありがとうございました。本当にそれ俺やろうと思ってたのに。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと質問なんですけど、その盾っていうのはこう皆さんされてると思うんですけど、それぞれその難しかったかところっていうの、難しかったところっていうか。教えていただきたいんですけど、はい、っていうかもう何でしょうね、もうどことかじゃないんですよね、なんか何でしょうね、なんか部活みたいな感じで練習してるんですよ。本当に気合いっすね。そうですね。芝居にこう現場に行くっていうか、こうなんだろうね、なんか大会に向けて練習に行くアスリートの感じです多分。何でしょうね、アクション部、アクション部2年生みたいな感じ。なんだろう、ね、負けたくないみたいな、こう皆さんに負けたくないから、あ、観客の皆さんのその期待値っていうのは超えていきたいから練習する、で、まあ、現場で発揮できるかみたい な感じでしたけど、上音入ったら終わりみたいな感じ。そうでしたね。うん、本当に素晴らしいアクションシーンでした。本当これは素晴らしい、素晴らしい、すみません。まあ、正直一回見ただけではまだわからないです。一回参加見ないといろんなところでいろんなことがという、なんかあれです、ね、一緒に映画見るとなんかこう仲良くなった感じます、ね、ちょっとこうなんかお別れするのがなんかいつもよりすごく寂しいです。いやいや、すみ本当にごめんなさい。まあ映画が完成しまして、本当に嬉しかったんですけど、やっぱこうやって今日皆さんに見てもらって、声を聞けて顔を見れて今が一番嬉しいです。本当にこの仕事をしてて良かったなと心から思っております。何でしょうね、まあでも皆さんがいてくれたから頑張れたんです。本当にすごい映画になったと思うし、胸を張って見てくださいと言える映画なんですけど、皆さんが待っててくれたから、支えてくれたから、僕たちはここまでできました。皆さんのおかげです。本当に感謝しています。たくさんの方に見てもらいたいですね。こんな僕たちの気持ちが詰まった映画ですので、どうかこれからもこの、映画をですね、そして、まあ、ルローニケンシンという原作を、そしてこの登場人物たちをこれからも愛してやってください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。もう一度大きな拍手お願いします。
そして大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大友監督ありがとうございました。竹内さん、佐藤健さん。